フレデリック・フィリップ・サンチェスはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手。ポジションは内野手、トを右トウミギウ2000年ドラフトでボストン・レッドソックスから11巡目指名を受け入団した。2002年9月10日、メジャーデビューを果たし12試合に出場した。2003年7月31日に マイク・ゴンザレスと共にジェフ・スーパンダとのトレードで、ピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。2004年、足首の故障のため9月に9試合に出場し、シーズンを終えた。2005年は初めて開幕戦からロースターに入り、メジャーに定着した。8月25日から、レギュラーシーズンの最終戦の10月2日にかけて、ジミー・ロリンズの60安打、ランディ・ウィンの59安打。 デビット・エクスタインの55アンダに次ぐリーグ4位の51アンダを記録し、9月16日から最終戦の10月2日にかけてチーム最長となる17試合連続アンダを記録した。二類種、三類種、遊撃種で計132試合に出場し、打率291を記録した。2006年生三類種として、ジョーランダが起用されたため開幕当初は控えに回った。 4月終了時点で打率333を記録。ランダが故障者リストに登録された5月2日以後はサンルイシュのレギュラーになり6月30日時点で打率363であった。オールスターゲームでは投票用紙に名前が載っていなかったにもかかわらず記入投票で85万6685票を獲得し監督推薦で初出場。 シーズン終盤の9月20日、ポール・ウェーナーに次いで、球団史上2人目となるシーズン52塁打を達成した。10月1日のレギュラーシーズンの最終戦で2アンダーを、花地リーグ3位となる200アンダーを記録し、ミゲル・カブレラとの激戦を制し、344で球団史上11人目、1983年のビルマドロック以来となる、首位打者を獲得した。 53二塁打はリーグ最多、そしてアダム・コモロスキーが持っていた右打者としての球団記録を更新した。また、MVP の投票で17位に入った。先天性内反則を患って生まれたが、少年時代に治療によって克服した。障害を乗り越えて、首位打者を獲得したことから、トニー・コニグリアロ賞を受賞した。2007年は二塁手として出場し、 オールスターゲームではチームから唯一選出された。8月に打率374、29打点を記録して打率304、183アンダはチーム1位でアダム・ラ・ローシュに並ぶチーム1位体となる42二塁打を記録した。2009年5月25日のシカゴ・カブス戦では1試合6アンダを記録した。7月29日に ティム・アルダーソンとの交換トレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。ちなみにトレード通告時はサンフランシスコでパイレーツとジャイアンツの3連戦中でサンチェスはビジターのクラブハウスからジャイアンツのクラブハウスに歩いて移動することになったため一部ではメジャー市場移動距離が最短のトレードとも呼ばれている。移籍後に左肩を故障した上 10月に左膝を手術したため、2010年の開幕戦出場が厳しい状況となったものの、シーズンオフにジャイアンツと2年契約を結んだ。その2010年、2年連続で111試合の試合出場に終わったため、規定打席には到達できなかったが、打率は2年連続で290を超える数字を記録した。最初で最後の出場となったポストシーズンでも、 まずまずの成績を残し、ワールドシリーズ制覇にも貢献した。2015年12月21日、自身の38歳の誕生日に、現役引退を表明した。パワーはないものの、広角に打ち分ける手話な打撃が持ち味。支給をあまり選ばないため、打率が高い割に出塁率が低い。守備範囲は広くないが、守備自体は硬い。ありがとうございます。